ワタでーすはい、僕は29歳のおじさんですが、妖怪ウォッチ・ザ・ムービー、見てきましたはいえ、えっとですね、日曜日の、えー、レイトショーで、えー、見に行ったんですけどもね、えー、まさすが日曜日のレイトショー、お客さんはお全然いなかった。えー、っと、ね 子供連れのお父さんが一組だけかなえ、港未来のね、割かし大きい映画館で見てきたんだけど、え、お客さんはね、俺とお父さんと子供しかいなかったね。まあ、お父さんは多分、あれなんだろう。あのー、休みとかさ、やっぱこう、なかなか取れないで、仕事が忙しいんだろうね。まあだからもう、こういう時間にしか子供を連れてこれなかったんでしょうお客さんいなかったわけなんだけどもね、まあ僕見てきましたよ 妖怪ウォッチでね感想なんだけどねあのー、まあ見れましためちゃめちゃ悪口言ってやろうと思ったんだけどもねあのねまあまあ見れためちゃめちゃつまんねえっていうこともなくてでもうわこれめっちゃ面白いじゃんっていう感じもなくてまあ見れたっていう感じ「妖怪ウォッチ知識ゼロ」の俺がまあまあ見れたっていう感じでしたね あまずね、でも分かったよ、俺は。妖怪ウォッチが。俺何なのか分かった。ということで今日は、妖怪ウォッチを知らない皆様に、僕は妖怪ウォッチを解説します。まずね、妖怪ウォッチって何なのかっていうと、まず、あのー、時計です。あの、妖怪ウォッチは時計です。時計なんですけど、 特殊能力がありまして世の中に起こるなんかちょっと悪いことっていうのはこれは妖怪の仕業らしい。うん。なんかちょっとしたなんか嫌なこととか悪いこと大体妖怪の仕業で妖怪は悪さをしてる。でこの時計をあのこうパカッて開けるとなんか光がこうバーッて出てでそこの光が当たってるところにその妖怪が映る。であの要は妖怪が見える時計なわけよ。で ま、妖怪は見えるんだけども、妖怪ウォッチの、その、機能はそれだけじゃなくて、妖怪メダルっていう丸い面粉を、妖怪ウォッチの中に入れると、その、その妖怪、そのポケモンがこう召喚できて、そのポケモンがその悪い妖怪と戦うみたいな。そういう感じのあ、あれ。そういう感じのシステムらしい。はい。でね、あの、ジバニャンって言うんじゃん。みんなご存知、ジバニャン。 あれ、ジバニャン何なのかっていうと、俺ね、あのー、さ、ポケモンのサトシでいう、ピカチュウだと思ってたの。ピカチュウだと思ったら、実は違くて、ジバニャンは友達妖怪っていう感じで、あのただのサトシの友達らしい。で、サトシのピカチュウ、サトシでいうピカチュウは、ウィスパーっていう、あのー、幽霊いるじゃん。あれがサトシでいうピカチュウ。らしい。うん。で、えっ、ー、とね、 基本、ウィスパーは使えない。基本、ウィスパーは使えないんだけど、あの、ジバニャンはもっと使えない。あいう感じらしいね。どうやらね。でね、あの、今回の妖怪ウォッチザムービーは、その妖怪ウォッチが消えてしまうところから話がスタートする。で、なんでう妖怪ウォッチが消え、消えるかっていうと、それは妖怪ウォッチを作ったのが、サトシのおじいちゃんなんだけど、 おじいちゃんが過去のあの歴史の改変によって悪い奴らが歴史を変えておじいちゃんに妖怪ウォッチを作ら、作るのをやめさせてしまうみたいな。まあ、実際はあのちょっとあの話があれでなんかちょっと違うんだけど。まあ、でもあの悪い奴たちがおじいちゃんに妖怪ウォッチを作らせなくなったから妖怪ウォッチは消えた。サトシたちは過去に戻って、過去に戻っておじいちゃんに あのー、マティマ,マックフライにマックフライにあのー、あれだよ妖怪ウォッチを作らせるとというねバックトゥザフューチャー的な話でしたねでねまあ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 まは面白かったですようんまあまあ面白かったですあーまあね話の節々にねつじつまの合わないところとかねあったりねあのー、なんかねあー強引だなっていうところはあったけどもね基本的にはなんかその 妖怪は友達友達って大事みたいなみんな友達を大事にしようみたいななんかメッセージがああんかこう伝わってきたーななるほどなるほどとああそうだなと、まあ、子供にねこう友達を大事だっていうのを伝えたいんだなっていうのでねあのー、まあこんなもんでいいんじゃないのとね思いましたいやねなかなかねまあ面白かったよ面白かったうんであそう俺これ言いたかったんだけど「妖怪体操」あんじゃん 妖怪体操あ俺あれね劇中のいつ踊らされんのかとね俺すごいドキドキして「あのおやばいおいつ,いつだよ」っていつ俺がこの「妖怪ウォッチ」を踊らされるんだと思ってビクビクして見てたらあれね妖怪体操はあのなんとねエンドロールでしたエンドロール中にさあみんな映画静かに見てくれたよねそれじゃあみんな 映画見っっておお疲れ様妖怪体操踊っちゃおうみたいな感じでゲラゲラポーゲラゲラポーって感じであのエントロールだったんだいやよかったよーアナみたいなさねあのエルサがさねもう現実逃避してもう街なんかどうでもいい私は雪山にこもって自分の世界を作るのみたいなあのー、ちょっとね自己中心的な歌を歌ってるねレディ・ゴーってそういう歌じゃん。 でそういう歌を歌ってる時にみんなが子供たちがさ「レディーゴーレディーゴー」って言うみたいなさ「いやお前お前その歌の意味分かって言ってんのかよ」みたいなさもう結構もうゲーもう映画劇ぶっ壊すみたいなさそういう作りじゃなくてそういう作りじゃなくて、まあ、ちゃんとね映画終わった、ね、良い子のお子様たちさ最後にボーラスタイムだみたいなさそういう感じのダンスタイムで。 あのー、妖怪体操の下りが良かったですね。あの、あれ、最後で。ということでね、あの、そこはね、割かし僕は感心しました。ああ、よくできてんな、という感じでね。はい。そういう感じでね、まあ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 、楽しませてもらったんだけれどもね、あ、唯一、唯一俺が一つ、許せないことがあって。それがね、妖怪メダルがもらえなかったんだよ。妖怪メダルのダークニャンが、ダークニャンがうるさいよ、ぴよン ダークにゃんがもらえなかったんだよそれなんかあの前売り券を買ってて中学生以下じゃないとダークニャンのメダルがもらえないらしいこれねこれヤフオクで転売しようと思ったのにね僕もらえませんでしたねということで皆さんはえー中学生以下のねエキストラを連れて前売り券を買ってえ見に行ってくださいた、えー、多分ねダークニャンのメダルはヤフオクでえー映画のチケット代以上に売れると思いますということで シバタの妖怪ウォッチレビューでした。ゲラゲラポー、ゲラゲラポー。おじさんは妖怪ウォッチより妖怪妖怪ヘッチがしたよ。妖怪ヘッチがした。